かわいいガールジャパンをご覧の皆さん、キュートです。キュートのリーダー18歳の八嶋真由美です。16歳の中島美希です。16歳の鈴木愛理です。16歳の岡井千里です。14歳の萩原舞です。私たちキュートは12月1日に14枚目のシングル会いたいロンリークリスマスをリリースします。イエーイ。はい、今回の曲はキュートとしては初めてのクリスマスソングで、歌詞もとても直球で切ない歌詞になっているんですよ。で、中にも会いたいっていう歌詞がいっぱい出てくるので、まあ、そこが聞きどころかなと思います。はい、じゃあ八嶋からいきます。はい、もう出せれますね。会いたい、可愛い、会いに行くよ、会いに行くよ、会いに行くよ、やだ、会いに行くよ、会いに行くよ、行きます、はい、行きます。会いたいな、はい、いいね、やっぱり聞いてくれるんじゃないの。ごめんなさい、ちょっとずつ言葉変えるパターンなんかさ、声が増えてくる、なんか一人ずつが気まずいね、気まずいね、気まずいね、入るよ。ね、会いたいんだけど、はい、今の気の感じで、あの中島引き出しもうなくなったね。じゃあここはこう初心に戻っていきます。これが会いたい、おー、甘い思いだね。じゃあ、しみちゃってください。こういうの苦手なんですよ、私。じゃあ、いくよ、ちょっとだけ明日会いたいな。あー、そんな感じで、いいね、ちょっとだけぐらいポイントだね。ちょっとなんだけど、いっぱいみたいな、ちょっとピッと聞いてて、ずっとみたいな。はい、かわいいもの、かわいいもの、うん、いいよ、じゃあ、行くよ、ちょっと、私はドラゴンボールがすごい好きなんですよ。漫画も前回読んだし、え、すごい、はい、なんか、めっちゃある。でも、なんか、その一つの本にこう何個かこう入ってるの、話が、なるほどね、それを持ってて、それがポロを買ってきてやったんだけどね。その中に出てくるランチっていう女の子がすごい可愛いんですよ。なんかをすると、なんかすごい暴れ出すんです。なんかをきっかけにすごいおとなしくなって可愛くなるんですという、そのなんていうのツンデレ感、あギャップ、ギャップにやられちゃいますね。可愛い、はい。じゃあ前ちゃんは？前は、あのポケモンのポッチャマが、可愛すぎてね、変わらないんだけど、本当に見た瞬間からもう前は。ゲットしたんですけど、いい、ゲットしたぜ、ゲットだぜ。というかもうね、本当に着ぐるみとかも全部もう制覇してる。そうだよね、結構全部、ポッチャマだけしかないものとかは全部持ってると思う。そうなんです、すごい。じゃあ、はい、じゃあ次から、じゃあ、はい、はい、言います。はい、ちょっと2個あるんですけど、うん、あのファッションのことだと、ちょっと前から森ガール流行ってるじゃない、日本で、森ガールファッションっていうのが日本の中で可愛いファッションだなって私は思うんですけど、ちょっとそれと似た感じの雰囲気で、カナヘイっていうイラストを描いてる方がいて、カナヘイの隠れ家っていうシュートがあるんですけど、そこにいっぱいなんかのほほんとした名前も可愛いね、そう、伸びるゆるキャラみたいな、のべのべした感じのなんか、いるかいないか分からないの、何歳の道みたいな絵がすごい癒されるので好きですね。はい、じゃあマイキいいよ。私は、漫画で言いますと、ガクアリスっていう漫画があるんですよ。で、その漫画はめちゃくちゃハマります。本当に面白いし、なんかその涙あり、キュンキュン系ありみたいな、そうなんだよね、もうこれ本当に見てほしいです、皆さん、マジで、お願いします。じゃあ最後リーダー、リーダーのビシッと、はい、やっぱり日本で可愛いって言ったら、キュートしかいないよね。そうそうだね、そうだよ、そうだね、キュートしかいない。今までの話にしよう、今までの話にしよう、今までの話だよね。キュートです、かわいいって意味だしね。はい、キュートは1月2日から始まるパワープロジェクト2011ウィンター、歓迎新鮮祭りに出演します。はい、詳しい情報はハロープロジェクトオフィシャルホームページをご覧ください。はい、そしてまた私たちはオフィシャルブログをグリーンとセレンドで行っています。はい、結構、頑張って更新しているので、そちらもぜひチェックしてください。お願いします。はい、ということで以上、キュートでした。